まあ、あの伊勢祐介さんのことをもうさっきネットニュースで知ってびっくりしてなんんかものすすすごくもやするんですよねあの僕はあの、まあ、脳の研究しててそういう物質は取らないんですねこれあの、まあ、プリンシップとして、うん、これはいろんな考え方があると思うんで僕はあのそういう物質は取らないっていうかその。 気分とか意識の状態が変わるっていうことについて非常に僕は保守的なんであのー、なんだかそういうことが新しい世界を開くとかまあそういうことってったらもうそ,そろそろオ田ダ作成とかあのー、いろんな人が書いてるんですけどだけどでも結果としてじゃあそれで意識の理論が新しいものが生まれたかっていうとそうでもないわけだから僕はあくまでも論理で物事を考えていきたいと思ってるんででもそれは人によって価値観が違うんでね。あのー まあでもまあ大事なことはそのえとそういう物質を取るとかあの処理するってことが日本の法律では今禁じられてるわけじゃないですかだから伊勢谷さんがこういう状態になってしまってたってことについてはあの知り合いとして残念に思いますけどでももやもやするのはだからな,なんていうかマスコミもそうだし社会全体としてなんかタブー視してるっていうのかな。 あのアメリカなんかでは随分状況が変わってきてるみたいだしそもそもあのそういう物質を脳に入れて意識とか気分が変わるってことについては文化的歴史的に見るといろんな意味付けが行われてきたわけであのそれをどう捉えるかっていうのはあの人によって違うと思うしそれをんなんていうかうん まあ日本の法律はそれを禁じてるわけですから法律は法律なんでそれは守らなくちゃいけないんですけどもちろんでも議論としてはねいろんな議論をするべきなんだろうと思うしそれからこういうことになるとあのまた伊勢谷さんの作品とかそういうものがいろんなことあるんだろうと思うからそういうことがまた繰り返されるってことについてのまあもやもや感というかですねやっぱり社会的な議論はすべきだと思うんですよ僕は。 それはもうアメリカとかいろんな国ですでに起こってることですからだからなんかうんうらくメディアの報じ方ですかねそのうんもうちょっと深く考えたレベルで報じてくれたら嬉しいなと思うしうんそのネットとかの反応見てても定型的なねあの反応じゃなくてもうちょっとなんかうんいろいろ考えた反応があったらいいなって思うんですけどね。まああの 僕は極めて保守的ですあのだから脳ってのはやっぱりそういうことによって回路が変わっちゃったりするしまあそれによってね新しい世界が見えるっていうふうに言える言う人もいるんだけど僕は懐疑的なんですよね。やっぱり論理で脳とろの関係を考えるっていうのが僕のやっぱりミッションステートメントだただそれは僕の個人的な考え方なんでいろんな考え方が世の中であると思いますけど、まあ、とにかくそのなんかすごいモヤモヤするのは <laughs>。 まあ、伊勢谷さんに対してどうっていうよりもなんかそういうことについてあんまりちゃんとみんな考えてない感じが伝わってくるっていうのがね、うん、それがすごく僕はモヤモヤする理由かなと思いますね。うん、考えてもいいんじゃないんですかねあの諸外国のいろんな状況があるわけですしあの、まあ、医療用にそういうものっていう話もあるわけですから。うん、なんかね 何も考えないであれこれそのこういうことについて言うっていうのはやっぱり一番モヤモヤするなっていうかそんなことではいいのかなって僕はあの個人的に思います。はあ、でもちょっとね本当になんとに何かまあ皆さんはどうお考えでしょうか